CM 感染症とドケルバン病で、痛む場所というと、まず CM 感染症だと、この中手骨の切れ間と大菱形骨の間がこの辺にあるんですね。この辺りが指を動かした時に痛むのが CM 関節症。またこの関節が動かなくなることで、代償運動としてこの MP 関節での過剰な進展を起こすようになります。この進展を起こす時に大きなテコを賄わなくてはいけない、この母趾の長母趾神経、短母趾神経、長母趾外転筋、この中で短母趾神経と、長母趾外転筋の、このコンパートメントあたりに無理がかかってきて、腱鞘炎を起こしたのがドケルバン病ですね。と、このシチュエーションでは両方同時に、どちらの障害が起こってもおかしくないということになります。この障害が起こる背景を追っかけてみると、この母趾の内転筋の中で、斜頭の線維あたりに線維化を起こしていることが非常に多いんですね。この斜頭の線維は、この第三中手骨に、枝を伸ばしますけれども、ここに強い張力を発したときに、中手骨が大菱形骨から、弧外方にですね、滑り出すような、ラテラルグライドを起こしてしまったような位置に来ることがあります。その位置で、過剰運動をこの MP 部で起こしてしまうというのが一つ、この2つの、障害の共通点のように思います。治療としては、大菱形骨をまず探します。この距腹の一番下のへりですね、距叉と言われる部分ですね。こちら MP 関節から、中手骨をたどっていくと、中手骨の終わりが分かります。その終わったところの下に大菱形骨があるわけですね。で、この大菱形骨の内方をたどっていくと、ここに一つギャップがあるんですね。中手骨底部と大菱形骨をまず合わせます。この状態で曲げ伸ばしを繰り返してあげることで、短縮していた線維に対して選択的な、ストレッチと、そして正しい位置関係での運動をこの、CM 関節に学習させることができます。内方から外方へ大菱形骨を抑えます。外方から内方へ、中手骨底部を抑えます。本来の位置関係にこの関節している骨と骨同士を向け合うわけですね。そこから10回ほど曲げ伸ばしを繰り返します。このような運動になりますね。通常、急性期を過ぎていれば、位置関係を正した段階で、ドケルバン病であったり、この CM 関節症であったりの痛みというものは感じられません。痛みが、優位に変化するようであれば、この方法は適用です。だいたい10回を1セットとして3から5セット、そのまま施工します。その後にもう一度ですね、痛みの疼痛の誘発検査というものをしてみて、痛みが出てくるのかどうかというのを見てみてください。今度は骨模型を、利用して、お伝えします。まずこちら、大中手骨の切れ間から大菱形骨、ここに、CM 関節がありますね。で、この第一中手骨から、母趾の内転筋が、第三中手骨に向けて2つの頭を持って、伸びてくるんですね。大体この斜頭から、咽頭の下部あたりに線維化を起こしていることが多いようです。そこから内方へ引っ張られていつつ、ここに今度は外方へ押し出すような力がかかっているわけですね。で、位置関係としては、大菱形骨に対して若干中手骨の底部が弧外方へですね、せり出たような状態になります。この方法では、大菱形骨を内方から外方へ、そして中手骨底部を元の位置へ、この CM 関節を正しく、向かい合わせた状態を作っておいて、母趾の外転、内転を起こさせるんですね。注意としては、この過剰な運動を持ってしまった MP 関節部分で下進展を起こしてしまうケースがありますから、そうではなくて、この付け根から CM 関節から合わせて、大きく母趾球の根元から、この母趾の屈曲進展の運動を繰り返させるようにしてみてください。